い説明って感じ。どうやらこれまでのようね。あなたはここで死ぬのよ。死ぬ？冗談でしょ。私は死なない、絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。だったらどうする。そんなの決まってるでしょ。アスカ、正義のために舞い忍びます。アスカ、舞い忍びます。フッタ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 ッ。かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊活動、暗殺などを生業とした。明治維新以降、西洋文化の流入によって日本の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなくなった。しかし、どれほど時代が変わっても人の業は変わることがない。闇の世界に生きる者は必要とされ続けている。そう、忍びは今も存在しているのだ。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びを己の欲を満たすための道具と考えている者もいる。その結果、忍びの違法行為が横行するようになり、国も対抗手段を打ち出すことになった。国家所属の忍びを育成するというプロジェクトである。国立半蔵学院、普通科の高校である。1919年に開校し、全校生徒は約1000人。その1000人の中に忍びを目指す生徒たちが紛れている。マンモス進学校と忍びの養成機関、半蔵学院は2つの顔を持っているのだ。忍びクラスの生徒たちは一般生徒に気づかれることなく、忍びになるための修行に励んでいる。現在は国家所属の忍びを善人と呼び、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれている。そのため、善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも、善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。
これより始まる物語は忍びの女学生たちの戦いの軌跡である。それは激しくも悲しい命の証。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を得て何を失うのか、それはまだ誰にもわからない。負けない、負けるもんか。アスカ、忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。夢？忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知ってるの？大きな寝言だったからな。あ、とか、うん、とか。え、アスカ、眠気覚ましだ。秘伝忍法のところを読んでみろ。ここですね。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい、私たちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お前たちがいつも肌身離さず持ち歩いているものだ。あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸？気になる、気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。カツメ、やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい、超秘伝忍法、それすなわち名のごとく
蝶のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。蝶秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。何が書かれているんだろう、読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしよっかな。決めちゃいました。授業ありです。いってらっしゃい。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。お前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの血統空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん頑張ろう。うん。Let's go.
くよ。これでどうだ。何が一番早くだ。残っているのはお前とヒバリだけだ。え？カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだとほほ。ヒバリが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。もしかして私って落ちこぼれ気味？自分でも信じられない評価です。これならいけそうです。何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん、私たち仲間なんだから。でもほら言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し、私も手伝うから一緒に探そう。アスカちゃんありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。
聞いているんですけど、私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか。私でよければ仲裁させていただきますが、最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです。私が太巻きで、カツネがラーメン、ヤンユーちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。イカルガ、舞い忍びます。
負けません。まだまだこれでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。え？名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って。そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、多大な評価ありがとうございます。私急いでるんで。
したの？アスカちゃん、お昼食べないの？なんかあったの？いや、その知らない男の子に告白されちゃって。あたいに詳しく話しな。ひばり、驚きです。男か。私も興味があります。話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。野球部、いい。将来はメジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。そうなの？そうだよ。アスカが女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。野球ってあの速い球を打つあれのこと？プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい。野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。それでどうするのですか？どうするって言われても。俺たちは忍びだ。それを忘れるな。わかってるって。それぐらい。こんなところに。それはこっちのセリフなんだけど、まさかあなたストーカー？打撃練習をしていて、その球拾いをしていたんです。一人で？はい、自主トレですから。人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。あの、俺は鈴木って言います。あなたの名前を聞いていいですか？鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？
いや、そのそれは俺、私はアスカ、よろしくね。アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが、もしこの間の返事、俺と付き合ってもらえますか。なんて困りますよね。そんなことを知らない奴に言われても。だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか。にやってるか。半蔵様、ご無沙汰しております。よせよせ、キリア、わしはもう引退した身じゃ。昼飯をご馳走しようと思ってな。やったー、お寿司だお寿司だ。おいお待ち、じっちゃん特製の太巻きだ。ほら、アスカ、みんなに配れ。とても美味しそうです。ぶっといけど、一口でいくか。いただきます。うん、うまい。最近色恋にかまけておるらしいな。別に色でも恋でもないよ。アスカ、お前は両親の馴れ初めについて聞いたことはあるか。じっちゃんはどうしてお父さんとお母さんの仲を許したの？お前のお父さんは弁護士の夢を捨て、わしと一緒に
寿司屋をやると言い出したんだ。愛する人と添い遂げるためなら夢も金も地位もいらない。お前のお父さんはそう言ったんじゃ。そこまで言われたら結婚を反対するわけにもいかないじゃろ。それでお前の相手はどんな男なんじゃ。だから相手じゃないって。でもどんな男の子っていうのなら、なんか私と似ている人かな。アスカ、人を好きになることはいい。恋愛はどんどんしよう。力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを覚えているか。お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。確かに忍びの色恋は難しい。しかし人を愛する気持ちがお前に刀と盾の意味を教えてくれるはずじゃ。ありがとね、じっちゃん。鈴木くんも頑張ってね。今日もポカポカしてていい天気。うーん、平和だな。ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。ううん、大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか。私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。財布がない。さっきの子に取られたんだ。まさか最近話題の雑魚山強盗だ。財布の中には500円しか入ってないけど。でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。Yeah!
やったぞ。ありがとうございます。ってデカ父女じゃありません。私の名前はアスカです。それであなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。ああ、行っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくちゃ。
あれはアスカじゃないか。すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ、ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カズネ、あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。カツラギ、毎週だぜ。任務開始。ちょろい。ちょっとカツネ、この人風紀委員さんなんだよ。は、私服装の指導をされていただけなんだけど。そんな今更だけど。悪かった、ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って水に流してくれよ。あ、笑ってごまかした。さすがあたい、最高だな。それじゃあお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。野球ちゃんも欲しいよね。いや、俺は。隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃ柳生ちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。わかった、その勝負受けて立つ。
尋常に舞い切れ。ヒバリのものだ。え？ヒバリにくれるの？前から欲しいと言っていただろう。最初からプレゼントするつもりだった。え？じゃあなんで勝負したの？ヒバリはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。妥当な評価だ。ヒバリ、クナイを家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない、お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。先生、待ってください。その補習、私たちも受けます。私たち4人、みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは一人のために、一人はみんなのために、仲間なら当然のことです。
まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。私がビリだね。補習決定ってわけだ。まさかアスカちゃん手加減したの？え？いや、そのひどいよ、そんなの。ごめんね、本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。ううん、でもひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、二人で補習を受けよっか。うん、そうしよう。